Hi guys, welcome back to my channel. 皆さんこんにちは。お久しぶりです。みゆきです。今日この動画では、私が実は明日からね、3ヶ月間アメリカに行くんですけど、そのアメリカにね持っていくもの、まあ、パッキング、していくものを、少しですが、紹介していこうと思います。で動画自体ね、このチャンネルに投稿するのが結構久々なので、まあ、パッキングしながらね、最近動画を投稿してなかった間のなんかキャッチアップとかもねやっていけたらいいなと思うので、ぜひ最後まで、お楽しみください。それでは早速ですけど、パッキングを紹介していきたいと思います。で今回持っていくのは、まあ、3ヶ月ってそんな長くないんで大きいキャリーケース1個、だいたい私の腰の高さぐらいまである、スーツケース1個と、あとこれは機内持ち込み用で、バックパック、リュックサックですね、リュックサックと、あとショルダーバッグって言って財布とかパスポートとかそういう貴重品を入れた、ショルダーバッグ、このね1個合計3つのね荷物を持っていこうかなっていうふうに思ってます。まず一番最初にこのボブちゃんを連れていきたいと思います。このボブちゃんは私が初めてアメリカに行った時、小学5年生の時にお父さんのね社員旅行がフロリダだったので、それにねついて行った時にそのバスのね運転手さんがくれたお人形ちゃんです。でバスのね運転手さんがボブっていう名前で、でこれもらった時にもうこの子は私がどこに行っても海外に行ってももう絶対どこにでも連れて行こうと思って、ほんと小学校5年生ぐらいの時から、まあ、その高校寮に入ったりとか大学一人暮らししたりとか、またアメリカに留学行ったりとか、ほんとね旅行するたんびにどこにでもね連れて行く子です。なので今回はもうめっちゃボロボロなんですけどはい、なのでこれまずボブちゃんを連れて行きたいと思います。そして次にこれはね下着類ですね。でこれねコーチのバッグを買った時になんかついてきたあのカバンが入ってた袋なんですけど、これちょうどいいやと思ってこの中に全部あの下着とか水着とか靴下とかそういうこう洋服のこまごましたやつ、ちっちゃいこまごましたやつをこの中にバッてまとめてます。で大きいスーツケースのなんかパッキング、私全然パッキングなんかめっちゃプロとかそういうわけじゃないんですけど、結構こうまとめるこういうのまとめるのめっちゃ大事だなと思って、で圧縮袋とかもね今すっごいあるし、あの無印とか行くとトラベルコーナーみたいなところでそれこそこう洋服を分けるためのなんかこうオーガナイズ製品とかもいっぱいあるので、そういうの買ってみてもいいかもしれないです。で私の場合もう何留学したのが初めて、まあ、したのが5、6年前かな。なので、まあ、その時からずっと使ってるこの圧縮袋、こういうやつですね。こういうの100均で売ってるので、こういうのもうこれ使って結構ボロボロなんですけど、この中に例えばこの緑の袋だったらこの中にパジャマとかタオルとか、あとワークアウト用の、洋服、運動する時用の洋服を、まずまとめて入れてます。でなんかコツとしては一つ一つの洋服、 T シャツとかズボンとかこう薄めのやつはこう畳んで入れるっていうよりかはこうやってくる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 ってまとめてで入れた方がいい。なので多分ちょっとこう見てもらったら分かるんですけど、ほらパジャマとか T シャツとかこんな感じでくるくるってまとめて入れると結構まとまりやすいし、あの場所もねそんなに取らないので結構無駄がない。でもう一個あって、これは私服を入れる用ですね。でこっちも同じように洋服とか、まあ、T シャツ系ですね主に。今回フロリダなので多分そんなに寒くないかなと思うので一応長袖何枚か持っていくんですけど、まあ、基本的には夏服を持っていってます。でこっちも同じようにくるくるってまとめて丸めて T シャツとかをね入れるようにしてます。で今回は宿泊先がホテルとかじゃなくて Airbnb で、まあ、コンドミニアムみたいなところに泊まるんですよ。でそこにはまあ洗濯機もついてるっていうことだったので、まあ、洋服はどんぐらいだろう、4日分ぐらいのセット で下着はほらその日運動して着替えたりとか、まあ、そういうこともあるだろうなと思ったので下着は結構こう多めに持ってってて、で、まあ、洋服に関してはね4日分ぐらいしか持ってってないです。で私いつもこのねスリッパ、これ昔泊まったリーガロイヤルホテル京都って書いてあるんですけど、このね、スリッパ
を持ってってまして、これねすっごい地味に便利なのが、アメリカって結構お家の中とか普通に靴で入ったりするし、なんか靴で入るところそうじゃないところみたいな境目って日本みたいにこう玄関があるわけじゃないから、なんかちょっと床とか汚いなって思うんですよ。私全然こう潔癖とかじゃないんですけど、一応なんかこうアメリカとか新しいところに行くときはこのスリッパを一応持ってってて、でなんかちょっと素足で痛くないなとかそういう時にこのスリッパをね出して履くようにしてます。なのでいつもこのねアメリカに行く時はこういうスリッパを持ってってます。もちろんね現地でも全然スリッパとか買えるんですけど、まあ、これ結構履き心地もいいし、なんか自分のこう履き慣れたスリッパを持っていくことで結構ねなんかその土地に馴染みやすいっていう、なんかちょっとこうそういったなんだろうねなんか気持ちになるので、私はいつもこのマイスリッパを持ってってます。で次がこれ、これね、フォームローラー、ストレッチ用のローラーなんですけど、あの長期間ね飛行機乗ったりとか、あとまあ運動した後とかね、そういうストレッチに使うようです。でまあ実際こういうのも向こうで買えるかなと思ったけど、まあ、今回は大きいスーツケースで行くし、まあ、ちょっと余裕があったので、まあこの自分がいつも使ってるやつ持っていこうということで持ってってます。で、この中にこっちエプロンで、でこれもまあ、ちょっとこう何ヘアバンドとかバンダナとかそういうものが入った、でこのフォームローラーの中にね突っ込んで、場所をね有効活用してます。で、靴も持ってってます。で今回は、まあ、フロリダなので夏ということで、まあ、サンダルと、あとこっちはコンバースの靴、ちょっとめっちゃ汚いけどコンバースの靴と、あとこっちが、運動用、ランニングしたりとかね、こうジムに行ったりとかそういう時にこう使えるジムシューズみたいなのを持ってってます。で靴とかはね結構かさばるので本当に激戦して本当お気に入りのものとかを持っていくのがいいかなと思います。まず今のが片方のねスーツケースの右側になります。でちょっとスペースがあるので、この中にあのこれトートバッグなんですけど、これあの買い物した時に使えるかなと思って持ってってるんですけど、この中にあの友達のお土産とかこう割れにくい、ちょっと今回木のお皿をねお土産用に買ったので、それをこう入れて割れないようにね一応何あのクッションつけてます。次が、スーツケースの反対側になるんですけど、まずこれが、化粧道具系、化粧なんていうの、美容系かな、化粧水とか乳液とかなんかそういうのを入れてます。で今回3ヶ月で、私結構肌が弱いので、ほんと自分の肌に合った日本製品のものを持っていきたいなと思ったので、これがあの普段使うようで、で一応こう向こうで亡くなった時用にこうやってまた新しい予備のね分を持ってってます。で今回泊まるところがねすっごい綺麗なんだけど、なぜかヘアドライヤーがないっていうことだったので、これちょっと古いやつなんですけど、実家にある使ってないドライヤーをね持って行ってます。であと結構忘れがちなのが薬系、私結構普段疲れたりしたら喉痛くなったりとか、あと偏頭痛持ちとか、なんか地面にこう頭痛くなったりする、あと生理痛とか、だからそういう時用にこうイブ頭痛薬、イブクイックとか、なんか普段自分がこうよく飲んでるやつっていうのをあのこういうね巾着に全部入れて持っていくのがいいと思います。でこの中に、この巾着の中にそういう普段飲んでる薬、あとビタミン系、ビタミン剤飲んでるんですけど、ビタミン系と、あとこれあの私扁桃炎すぐなるので扁桃炎用の薬、病院でもらったやつのなんかこう余りとか、あとまあちょっと多めにもらってもいいと思います。そういうのを持ってってます。あとこれ酔い止め、酔い止めね。であとはマスク、マスクと、あとこうかぶれた時用の塗り薬とかっていうのも一応持ってってます。で結構海外だとねそういうこう薬がちょっと分かんないから、日本からね持っていくのが安心っていう人は多めに持っていくのがいいんじゃないかなと思います。はい、私はこういう、こう薬とかこまごましたのもこういうなんかこうパッケージ、なんかこういう大きな袋にまとめて入れるようにしてます。で次がこのねコーチのバッグですね。でこれはお出かけ用とか、向こうに行ってちょっとこうお出かけする時とかに使うようで、
で、この中に、まずこのね、このスーツケースの重さを測るやつ、これ意外とね、便利なので持ってってます。で、あとこれが南京錠かな。これアメリカにね、住んでて、で、ジムに行った時に使ってたんですけど、今回ちょっとジム行くか分かんないけど、ジム行くってなったらこういう南京錠自分で持ってって、で、ロッカーにね、鍵しないといけないので一応持ってってます。地味に重いよ、これ。で、これも結構大事。これ変電器、変電器っていうのかな、あの、日本のコンセントとアメリカのコンセントってちょっと近いから、まあたまに使えないこともあるんですけど、基本的には日本のドライヤーとかアイロンとか、そういう日本のコンセントタイプでも結構アメリカのって大丈夫なんですよ。でも韓国とか、なんかベトナムとか海外に行くと、地味に日本のコンセントって形が違うから使えなかったりするんですよ。で、そういう時にこういう変電器があると、これをまず海外の何、あの、そう、コンセントのところに挿して、それからこう日本の自分が使いたい電気製品のコンセントを挿すみたいな感じで、この変電器は、あの、何個も持ってなくてもいいけど、最低でも1個あると、まあ、便利かなと思います。で、今回ちょっといるか分かんないんだけど、まあ、一応スーツケースに入ってたので、そのまま持っていこうかなと思います。こういう細々したのも、こういう風になんかボックスに入れて、で、ちょうどね、このコーチのバッグのこの形にぴったりだったので、まあ、形が崩れないようにっていう意味でも、こうやって中に入れて、そのままスーツケースにぶち込んでます。次に、こちら、これ結構大きいんですけど、これ何かというと、あの、何、食材、白米とかスパゲッティの素とか、なんかそういうなんかちょっとした、何、あとティーとか、ちょっとしたなんかこうご飯とか食材をね、持ってってます。だしとかっていうのも、今回最初ね、ニューヨークにね、10日間ぐらいステイするんですけど、その時に、あのね、まだまだコロナも収束したわけじゃないから、あんまりこう出歩きたくないなって思ったのと、あと毎日毎食毎食外食してたらね、それこそお金もったいないので、まあ、もちろんスーパーにもね、行くんですけど、まあ、家から持っていく、行けるものは持っていこうかなと思って、で、今回はね、スーツケースにもね、余裕があるので、まあ、こんな感じでちょっと食材をね、持ってってます。でも、なんか全然スーツケースに余裕がないとか、そう思ってる、そういう場合の時は、まあ、留学する場所とか、アメリカの行く場所にもよるけど、大体のところこう、アジアンマーケットとか日本食マーケットっていうのがあるから、全然ご飯とか醤油とか出汁とかもね、手に入る。で、今回私は、まあ、スーツケースに余裕があったので、ちょうど家にストックがあったし、まあ、家にあるものだけをね、こうやってトートバッグの中に大量に詰めて持ってってます。次に、別に必要ないけど、いつも持ってて良かったって思うものを紹介します。まず1個目が、このなんだっけ、タコ足っていうのかな、タコ足配線。これ全然、あの、100均で買ったやつなんですけど、なんか海外ってコンセント少なかったりする家とか部屋があったりするので、そういう時にこれすっごい便利。私の場合、パソコン使ったり iPad 使ったり、なんだろう、携帯充電したり、アプローチ充電したりみたいな、とにかくコンセントを使う、まあ、場面が多いかなと思ったので、このね、タコ足配線はいつも持ってってます。で、これもまあ必要ないかもしれないけど、この S 字フックでーちゃん、 Few moments later。 で、これはね、もしかしたら必要ないかもしれないけど、でも結構ね、役立つのがこの S 字フックですね。こういうのはね、あの、お風呂場で使ったりとか、まあ、いろんなシチュエーションに使えるので地味に便利なので、いつも S 字フックを持ってってます。はい、以上が私のね、大きいスーツケースにパッキングしたものになります。で、これ以外にもね、ちょくちょくアイロンとか、なんか詰めてるものはあるんですけど、まあ、そういうのはね、あの、省略します。はい、そして次が、機内に持ち込むものをね、ちょっと紹介していきたいと思います。で、さっきも言ったんですけど、今回機内に持ち込むのは、大きいリュック、このコールマンコールマンの、リュックと、あとこのね、アディダスのショルダーバッグ、これをね、持っていこうかなって思います。
で、昔っていうか前まではこのもうリュックだけって言ってて、この中にもう全部財布とかパスポートとか入れてでやってたんですけど、でもリュックだと結構ほらパスポート出す時に、はい、またリュックこう下ろして、でパスポート取って、あのパスポート見せて、でまた直してこう払い直すみたいなのは結構めんどくさかったので、はい、今回はこのショルダーバッグを持ってって、本当にこう貴重品だけ、財布とか、そう、財布とかそういう貴重品だけをね持っていこう、あのこの中に入れて、でこう出し入れしやすいようにしようかなって思ってます。でまずこのリュックに何を入れるかっていうのをね、見ていきたいと思います。まあ、そんな数はねたくさんあるわけじゃないんですけど、まず最初に、ラップトップ、これは MacBook Pro の13インチなんですけど、これをねまず入れます。あのこれねスーツケースに入れちゃうと、まあ、壊れたりとか、まあ、基本的に電子機器系は、大きいスーツケースとかキャリーに入れるんじゃなくて、自分でね機内持ち込みで管理してた方がいいと思います。っていうのもアメリカの航空会社って結構スーツケースバンバン投げて入れたりとか、結構ね扱いが荒いので、もう絶対に壊したくないなとか、壊れてほしくないなと思うものはもう機内で自分と一緒に持ち込むのが、まあ、一番安全かなっていう感じです。でまずパソコンと、 あともちろんパソコンをねこのカバーの中に入れるんですけど、私 iPad Pro も今回持っていくので、そうこの iPad Pro も一緒にパソコンと一緒にケースに入れて持っていく予定です。はい、あとはこれはね、無印で買った除菌シートかな。そう、あの飛行機で自分の席についてほら画面とかいろいろタッチすると思うんですけど、まあ、それ誰がね触ったか分かんないから、座ってまず最初にこう自分のね席の周りをこうやって服用で、買いました。でこれが靴下かな。これ靴下屋で買ったこの私のイニシャルの M が書いてる靴下です。色も可愛い。でこれは今回ねあのサンダルで飛行機に乗るんですけど、ほら飛行機って結構寒かったりするから、まあ、もし寒くなった時のように足がね寒くなった時用に履く靴下を入れてます。で当たり前だけど、マスクの予備とこのポーチが、これほら目薬とか体拭きシートとか鏡とか化粧水とか、まあ飛行機当たり前なんですけどお風呂とか入れないので、そういう何ちょっとこう体をきれいにしたいなとか顔ちょっと保湿したいなとか思った時用のこのねいろいろビューティーグッズが詰まったポーチです。でこれもね結構小さいです。あんまりね何重いリュックをね払いたくなかったので、もうほんと最低限にしてます。で大体リュックはこれぐらいかな。あと本、これ私がいつもね使ってる Kindle なんですけど、これね Amazon の Kindle 電子書籍なのかな。でこの中に結構自分の読みたい本とかが入ってて、で普通の本と違ってねほらもう本だとこう分厚くなっちゃうけど、 Kindle だとこれ1枚あればね、まあいろんな本が読めるし、まあ、飛行機の中でも読めるしっていう感じなので、はい、この Kindle を持っていきたいと思います。で Kindle もね確かいろいろ種類があるんですけど、私のはこれ Kindle Paper White って言ってブルーライトが出ないやつ。そうなのでまあ、目にも優しいし、全然こう夜暗い中で読んでも全然読みやすいので、このね Kindle、Paper White っていうのを買いました。でこれをね今回機内に持っていきます。はい、そして次にこちら、これが、ミューゼンのスピーカーになります。かわいいよねこれ、ちょっとこうちっちゃいレコードプレイヤー的なデザインです。はい、でこのねミューゼンのスピーカー、これね Bluetooth で、で携帯とつなげて、でねこれかわいいのがここの何これこの丸いやつで音量を調節できて、でこのフックみたいなのをピッピッと押すと次の曲とか前の曲とかこのスピーカー上でねコントロールすることができて、でこれがね電源ですね。そうでこれもうねめちゃめちゃちっちゃいけどすっごい音量もね全然綺麗で、でも何よりデザインが可愛いですよね。そうこういうのこんな感じで、はい、
持って行ってます。で、このねミューゼンのスピーカー、私が屋久島行った時にもね使ったんですけど、これね車の中とかに下げて、でみんなでこうドライブしてる時にみんなで歌ったりとか、ほんとこうアウトドアにもね使えるので、今回ねこの、フロリダ、まあ、アメリカにね、このスピーカーちゃんを持っていきたいと思います。でこのねデザインもめっちゃいっぱいあってめっちゃ悩んだんですけど、私のは確かアボカドグリーンとかそういう感じだったかな。でもそれ以外にも、まあ、このレコードタイプの形だけじゃなくて、なんかラジオタイプ、ラジオ風のデザインとか、あと色もね、いろんな色があって、もうとにかく可愛いし、そう、Bluetooth ですっごい便利なので、めっちゃおすすめです。で、今回はね、この、ミューゼンのスピーカーをね、持っていきたいと思います。で、次に、サングラスですね。で、なんか日本でサングラスするとさ、めっちゃなんかこう、生かしてる人みたいな、なんかちょっとかけづらいところがあるんですけど、今回フロリダはね、めっちゃ日差しも強いし、私なんか目の色素が薄いからすっごいこう太陽の光とかに弱くて、でも一日の終わりにこう目がもう充血したりするんですよ。なのでこのサングラスは必須かなと思ったので、このサングラスを持っていきたいと思います。で、これはね、ニューヨークで買った、もう本当にレイバンのねちょっとこう丸みのあるクラシックな、サングラスなんですけど、これも一応持っていきたいと思います。で、こっちは、ブルーライトカットのメガネ、これはまあ仕事用にこうね使おうかなと思います。で、次にねこのポーチ、こっちにね何を入れるか、まあこれ本当貴重品なんですけど、まず財布と、あと除菌スプレー、アルコールの除菌スプレーと、あとこれハンドサニタイザー、手を消毒するジェルみたいなのを持っていきます。てかこれどっちかでいいかな、まあいいや、まあ一応両方持っていきます。で、あとこのポーチ、これが何かというと、この中にあのパスポートとか、あと何現地のお金とか、私あのアメリカに住んでた時に余った現金とかをこういう風にね、なんかめっちゃ封筒適当なんですけど、こういうのに入れて持ってってます。日本では使えないけどね、現地に行ったら使えるので、はい、現金と、あとはそう、パスポート、これはね10年用のパスポートです。あとはこれね、いつもあのしないことなんですけど、今回はね、ちょっと念入りに準備をしたので、まあ、この動画を撮るっていうのもあったので、そう、みんなにおすすめしたいのが、アメリカだと特に入国審査とか結構なんか厳しいっていう話も聞いたりするんですけど、ね、まあ、全然観光とかなら大丈夫なんですけど、今回は私が3枚ね、プリントアウトしました。で、何をねプリントアウトしたかというと、まず1個目が自分のフライト情報、私の場合東京、福岡からまず東京に行って、東京からニューヨークに飛ぶので、そのフライト情報と、ニューヨークからフロリダに行く時のこのフライトインフォメーションみたいなのを、まず印刷しました。で、もう1個が、滞在先、ニューヨークでどこに滞在するかとか、フロリダでどこに滞在するかとか。で、今回 Airbnb を使って予約したので、 Airbnb だと自分がね予約した宿泊先のなんかこう住所とかをね、こうビザ申請用に印刷するっていうなんかボタンがあるので、それをクリックして、で、そう、こう入国審査の時にどこにステイするのって言われた時にこれを見せればいいかなっていう、まあ、簡単なのでね、そう、こういう風に印刷してます。で、これはもしかしたら必要ないかもしれんけど、今回アメリカにはエスタ、観光のエスタ、観光ビザではないけど、そう、エスタって言われるものを使って、入国するので、そのね、エスタをちゃんと申請しましたよっていう、こう証明書みたいなのも印刷して、で、一応こういう風に持ってってます。で、こういうのって絶対印刷しないといけないっていうわけじゃないんですけど、意外とあの入国審査の時ってネットが繋がらなかったりとか、携帯使っちゃダメって言われるんですよ。で、そういう時にどこにステイするのとか、いつのフライトとか、なんかそういうこう何かを見せてって言われた時に携帯使えなかったら、そういう情報にアクセスできないので、で、私前にそれですっごい困った経験があって、そうだから、そのね前の失敗を生かして、今回はこういう風にね事前に印刷しました。
はい、なのでこれからね旅行に行くよっていう人はこういう風に自分の大事なこう情報とかインフォメーション、ステイ先とか飛行機の情報とかそういうのをね、こういう風に印刷して持っておくのがいいんじゃないかなと思います。で、このパスポートとこの印刷したものをこのねポーチの中にこうやって入れておきます。で、これを持ち歩く。そう、こんな感じかな。で、あとちょっとさっきリュックサックの中に入れるもので紹介し忘れてたんですけど、ジャーナルですね。これノートブックです。で、飛行機の中 Wi-Fi 使えたり使えなかったりするので、その時に、まあ、仕事用とか普通に自分の思ってることを書いたりとか、まあ、そういうことをするように、今回はっていうか今使ってるのがこのね白のロールバーのノートを使ってるんですけど、これをね持っていこうかなと思います。で、このねイヤポッツも持っていきます。これね2018年に買った、モデルなのでそんな新しくはないんですけど、まだ全然使えるのでこのイヤポッツを持ってってます。で、このカバーはあの彼氏がねアマゾンで、多分アメリカのアマゾンかな、買ってくれたスティッチちゃんです。かわいい。お口が開くはい、これイヤポッツね。はい、で、最後にこの何機内用枕かな、これもね、持っていきます。今回のフライトが東京からトロントに最初に飛ぶんですけど、それが何時間ぐらいだろうね、14時間、15時間ぐらいになると思う。まあ結構なね長期フライトなので、この枕があるとすっごいやっぱ全然違いますね。はい、なのでこのね枕を持っていきたいと思います。本当はあの何空気入れて膨らますタイプのあの枕とかもあると思うんですけど、私はこの何このビーズタイプがね結構好きなので、まあいつもね場所は取るけどこのビーズタイプの枕を持ってってます。はい、以上が私が3ヶ月間アメリカにねステイするためのパッキングしたものになります。で、もしかしたらあのね必要ないものとかもあったかもしれないんですけど、まあだいたいこれがいつもね私が持っていくものたちになります。で、今回本当、まあ、3ヶ月しかいないので、ね、そんなにこう持っていくものも少ないし、なんならね、まあ、行き道、この行く時は食材持ってったり、お土産持ってったりとかで、結構スーツケースパンパンなんですけど、帰ってくる時は、まあ、スーツケースに余裕があるので、まあ、その分、帰ってくる用でこうお土産を買ったりするので、そういうのを入れたりとか、もしかしたらね、向こうでショッピングするかもしれないから、そういうのを詰めたりとか、まあ、そんな感じで、行き道から、もうねパンパンすぎると結構ね帰ってくる時も物が増えて大変になるかもしれないので、帰りのことを考えて行き道はちょっとこう余裕を持っておくっていうのはね大事かなと思います。で、あとねさっき紹介し忘れてたんですけど、このね水筒も持っていきます。はい、というわけで、今日もねこの動画ここまで見ていただいてありがとうございました。あの最近ね動画してな、あの投稿してなかった間キャッチアップするって言ってたんですけど、全然あの物の紹介ばっかりでキャッチアップするの忘れてたので、まあ本当最後に軽くですけど、まあ、最近何やってたかっていうのをねシェアしたいと思います。で、本当にね別にこう病んでたとかそういうわけじゃなくて、普通にまあ仕事をしてました。で、もともとはねデザイナーの仕事をしてたんですけど、本当にまあ YouTube ちょっと一時お休みしてた時期ぐらいからブランドデザイナーって言って、何かブランドを立ち上げる時のデザインを担当する、あのデザインを作るブランドデザイナーとして、まあ、一人でね活動していくこととなってて、活動していくことになって、で、そう、そのためにいろいろ準備したりとか、で、実際にねクライアントワーク、まあ、お仕事も始まって、で、最初の 1,2 ヶ月間は全然こうリズムとか、ね、自分でどうやって営業してどうやってあの案件獲得してとか、そういう、こう試行錯誤の繰り返し で正直ねちょっと YouTubeに時間を割く余裕がなかったっていうのが、まあ、投稿しなかった一番の理由なんですけど、でもその分本当もう今ね7月なんですけど、そのブランドデザインの仕事を始めて、で、もう3ヶ月ぐらい経ったのかな、やっとこうリズムに乗り出して、
で、ね、アメリカにもちょっと今回行くことが決まって、で、まあ、アメリカに行く一番の目的が、あの私の、ね、遠距離恋愛、遠距離恋愛、そう、遠距離をしてる彼氏に、ね、会いに行くのが、まあ、一番の目的なんですけど、そう、まあ、彼氏に会いに行って、で向こうでももちろん、ね、仕事をしながらっていう感じで、まあ、ライフスタイルを送っていこうかなと思うので、まあ、そうい う, こうブランドデザインの仕事とか、あともちろんこうアメリカでの生活とか、そういうのもこう Vlog みたいな形でね、ちょっと皆さんに動画上でねシェアしていけたらいいなとは思ってます。はい、まあそういう感じでね、そう、ここ最近は、まあ、ブランドデザインの仕事を頑張ってましたっていうお話です。で、本当ここ最近だと、まあ、そういう仕事だけじゃなくって、つい一昨日ね帰ってきたばっかりなんですけど、屋久島にね、1週間ぐらいちょっとこうワーケーションみたいな感じで同じねフリーランスの友達と行ってて、でその時もねちょっとこう動画を撮ったので、それもなんかちょくちょく編集してね、あのこの動画の後にはなると思うんですけど、まあ、屋久島 Vlog みたいな感じで投稿していこうかなと思います。はい、そういうわけで、YouTube 久々のね投稿なんですけど、あの私が投稿してない間にもチャンネル登録してくれた方もくだあの、ね、たくさんいらっしゃって本当に ありがとうございます。投稿頑張るのでね、引き続きよろしくお願いいたします。はい、そういうわけでここまで動画を見てくれてありがとうございました。まとまりなかったかもしれないんですけど、まあね、完璧を求めちゃいけないなと思うので、はい、引き続き、まあ、ゆるーく自分なりのペースでね頑張っていこうと思います。それではまた次の動画でお会いしましょう。 Thank you so so much for watching this video and I'll talk to you guys in the next one. Bye!